格外のスケールとアイデア、そして豪快すぎるお金の使い方で世界中で大人気の YouTuber ミスタービースト。今回の動画ではそんな彼が今まで投稿してきた動画の中でも特にお金がかかった企画ベスト5を紹介します。なおこの動画では日本円で換算するとき録音した当時のレートで計算しています。ご了承ください。またそもそもミスタービーストって何者なのという人は以前投稿した動画で YouTube での経歴や彼のビジネスについて解説しているので、ぜひ概要欄のリンクからご覧ください。なお今回のランキングは一部ザ・リッチェストの記事を参考に動画内での発言を元にして作っています。もし情報に誤りがございましたらコメント欄で指摘していただけるとありがたいです。第5位、見知らぬ人に1億円あげて1分で使わせてみた。この動画は2020年12月16日に投稿されたミスタービーストが様々な人に100万ドル、日本円で 1.4 億円をあげるから時間内に好きなものを買っていいよというチャンスを与える企画です。ウォルマートにいた親子や宝石店にいた女性など様々な店にいた一般人から動画によく登場するクルーたちの家族、さらに自分のチャンネルを登録しているファンまでがこのとてつもなく太っ腹なチャレンジへの機会を与えられました。挑戦者たちは突然大金が入った財布を手にしたことで大いに取り乱しながら、とにかくカートの中に入るだけ商品を詰め込んでいきます。中には慌てすぎたせいでお店の商品を床に落としてしまった人もいましたが、床に落ちたものは全てミスタービーストが買い取り挑戦者のものになりました。動画内では学校の先生が生徒のためにこのチャレンジをした後、ミスタービーストが彼女に自分のために何も買っていないからと現金1万ドル日本円で約140万円を最後にプレゼントし、思わぬサプライズに涙ぐんでしまう場面もありました。さすがに時間内で100万ドルを使い切れた人はいませんでしたが、挑戦者の中でクルーのクリスのお父さんが一番多くのお金を使いました。彼らはジョンディアという店でチャレンジを行い、動画内で明確に分かる分だけで芝刈り機17台小型と大型のトラクターを1台ずつ獲得、合計8万ドル日本円で約1100万円以上の商品を無料でゲットしました。ちなみにクリスのお父さんは農家であり、農業機械が大量に手に入ったことをミスタービーストに感謝していました。皆さんも一度は宝くじの一等が当たったらどうしようという妄想をしたことがあると思いますが、それとほぼ同じレベルのことを動画のネタとしてできてしまうのがミスタービーストの企画力と資金力の凄まじさを物語っています。一つの動画で1億円近くも使うというのはかなりお金がかかっていますが、この動画はまだ5位で上に4つ控えています。もし皆さんがこの企画に選ばれたら何を買いますか？コメントで意見をお聞かせください。第4位、100万ドルを最後に手を離した人にあげた。この動画は2019年12月20日に投稿されたタイトルの通り、100万ドルが入ったケースに誰が最後まで右手を置き続けられるかという耐久企画です。この動画はミリオンダラーシリーズという大型企画のフィナーレを飾るための対決でした。この企画では4つの競技にそれぞれ4人のプレイヤーが挑戦し、各競技の勝者を選出した後最後に残った4人で100万ドルをかけて戦いました。プレイヤーはミスタービーストのグッズを買った人、もしくは彼のインスタグラムをフォローした人の中からランダムで選ばれ、チャンネルのクルーがサポートとしてつきました。対決内容はそれぞれプールの上に吊るされたロープに誰が最後まで立っていられるかを競う、最後にこけた人に100万円あげたパート1、ブランコを限界までこぎ続けて誰が最後まで乗っていられるかを競う、最後までブランコに乗った人に100万円あげたパート2、少しずつ便座の高さが上がっていく洋式便器に足をブラブラさせた状態で誰が最後まで座っていられるかを競う、最後までトイレに残った人に100万円あげたパート3、エアロバイクに乗って誰が最後までペダルをこぎ続けられるかを競う、最後までチャリに乗った人に100万円あげたパート4の4競技です。なお動画のタイトルは100万円となっていますが、これは100万ドルのことです。決勝戦の手を置き続ける対決では3位は1万ドル約140万円、2位は3万ドル約420万円、そして1位は賞金100万ドルを獲得しました。ちなみに動画の制作には4万ドル約560万円かかったため、この企画にかかった総額は108万ドル約 1.5 億円だと言われています。この壮絶な戦いが終わった後、100万ドルを手にしたプレイヤーは24時間で100万ドルを使い切るという贅沢な企画に参加しました。どれか一つとってもテレビ番組でやるような規模の企画ですが、それを4つ行い、しかもそれらが全て予選なのですから恐ろしいですね。なおこの動画では各対決の結果や最終的な勝者が誰なのかは伏せておきますので、手に汗握る戦いの模様はぜひ元動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。
第3位、イカゲームを現実世界で再現してみた。ミスタービーストといえばこちらの企画ですね。この動画は2021年11月25日に投稿された、現在彼のチャンネルの中で最も人気がある動画です。この企画はもともと2021年の10月にミスタービーストが TikTok で1000万いいねを獲得したらイカゲームの動画を制作するという約束をしたことから始まりました。ちなみにいいね数はたったの2時間で達成しています。ミスタービースト版イカゲームは456人の参加者が、だるまさんが転んだ、肩抜き、綱引き、ビー玉遊び、めんこ、飛び石ゲーム、いっそりゲームの7つのゲームで対戦し、最後の1人になった人が賞金として45万6000ドル、日本円で約6500万円を獲得するという企画です。ちなみにこの賞金額は本家イカゲームの主人公ソン・ギフンが着たユニフォームの番号に由来しています。またドラマでは参加者は借金を抱えた人たちばかりでしたが、この動画ではミスタービーストのチャンネル登録者や YouTuber たちが参加しています。中にはドラマで主要人物だったキャラクターのユニフォームを着た人もおり、動画内でよくフォーカスされています。脱落しても死ねなかったり、ドラマ内で行われた一部のゲームやイベントが別のものに置き換わっていたりと、本家とは異なる部分もありますが、ゲームの内容は基本的にドラマに忠実になっています。各ゲームのセットもかなり再現度が高く、ファンは満足すること間違いないでしょう。ではこのゲームにはいくらかかったのか。本家とは違い、脱落した人たち全員にも賞金が配られたため、配布された賞金が合計で150万ドル、一人一人のコスチュームとドラマを再現したセットが200万ドルかかったので、合わせて350万ドル、日本円で約5億円近くかかっています。これだけ莫大な予算を費やしただけあって、動画は爆発的に人気になりました。再生回数は現在 4.7 億回、高評価数は約1660万。ミスタービーストのチャンネル登録者数はこの動画だけで数百万人も増加しました。動画の最後にはミスタービーストが本家イカゲームの監督を務めたファン・ドンヒョク氏への感謝のコメントを残しました。ちなみにこの動画はドンヒョク監督も認知しており、彼はこの動画が大変気に入ったと述べています。ミスタービースト版イカゲームの結末が気になる人はぜひ概要欄のリンクからご覧ください。第2位、100円の飛行機チケット対6000万円の飛行機チケット。2021年の時点ではイカゲームの再現動画が最も高価な動画だとされていましたが、今年ついにその記録が塗り替えられました。この動画は2023年4月2日に投稿され、現在約 2.1 億回再生されています。この企画はミスタービーストと彼のクルーたちが1ドルから50万ドルの飛行機を乗り比べるという贅沢な検証動画です。まず最初に乗ったのは世界一安い1ドルの飛行機。これは2人乗りの小型飛行機で、パイロットはご高齢の男性、なおかつ今まで飛んだのはたったの6回ということで、ミスタービーストは終始ビクビクしていました。その次に乗ったのは1000ドルの飛行機。ミスタービーストはなんとファーストクラスの席を全て購入し、クルーと共に機内のサービスを紹介しました。リクライニングの椅子に豊富なアメニティ、美味しそうな食事など、正直この時点でもう至れり尽くせりといった感じですが、これはまだほんの序章に過ぎません。次に乗ったのは10倍高い1万ドルの飛行機。動画内で映っているロゴから、彼らが利用したのはドバイの航空会社エミレーツ航空のファーストクラスだと思われます。座席にある27インチのモニターやキャビアなどの豪華な料理、プライベートラウンジなど、先ほどのサービスが霞んで見えてしまうほどの豪華な佇まいにみんなが驚いていましたが、 Wi-Fi の使用に追加料金がかかることに不満を漏らす人もいました。ちなみにここのアメニティはブルガリのグッズが入っているようです。まだまだ終わりません。お次は2万5000ドルの飛行機。こちらはシンガポール航空のファーストクラスです。席は先ほどの4倍で、手足を広げてジャンプしてもぶつからない広さ、クイーンズサイズのベッドもあり、さらに専用の乗務員が料理を運んできてくれます。動画では触れられていませんが、ウェルカムドリンクとしてドンペリを飲むこともできるようです。ただバスルームに関してはエミレーツ航空の方がいいという意見もありました。ここからさらに10万ドルのプライベートジェット、30万ドルの飛行船、そして最後に50万ドルのプライベートジェットと、どんどん値段が上がっていくのですが、そこから先の詳細はぜひ元動画からご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。かかった費用ですが、まず検証のために購入したチケットが合計93万6001ドル、加えて動画の最後にはミスタービーストが50万ドルのプライベートジェットにランダムで視聴者を招待し、さらに彼らをディズニーワールドに連れて行き、2日間の旅費を全部自分で持つという出血大サービスを行ったため、最低でも450万ドル、日本円で約6億2000万円はかかっているだろうと言われています。
お待たせいたしました。第1位の発表です。現在ミスタービーストが投稿した動画の中で最もお金がかかったとされている企画がこちらです。第1位、100円の船対1000億円の船。この動画は今年の6月11日に投稿され、現在約 1.7 億回再生されています。内容は2位の飛行機の検証動画と似ていますが、この動画はそれよりもはるかにスケールがアップしています。飛行機の時と同じく最初に乗ったのは1ドルのボートです。といってもこれは持ち主から1ドルで譲り受けたので正式な値段ではありません。中は木材がむき出しで床が浸水しており、もはやかろうじて船としての形を保っていられるギリギリの状態でした。もちろんこんなボロい船がまともに動くはずはなく、1ドルのボートはあっけなく海の木図と化してしまいました。続いては100万ドルの船。船内に広いリビングがあり、下に大きなベッドもあります。十分なスペースがありそうですが、 4,5 人で使用するには少し小さいと言っていました。次に乗った1000万ドルの船はなんとベッドルームが4つ、しかも先ほどとは違って立っても頭がぶつからないくらいの広さです。さらに2階にも座り心地のいいシートがあります。お次は2500万ドルの船。こちらは150人乗りで、船内にはダイニングルームやマッサージルームなど全部含めて30部屋もあります。その広さはミスタービーストが友達を全員招待しても持て余し、中で追いかけっこができてしまうくらい大きいです。キッチンにはシェフがいましたが、クルーたちはピザが食べたいとのことで Uber Eats でヘリコプターにピザを運んできてもらいました。5000万ドルの船は4階建てで定員は200人以上、さらに20人の乗組員が客をサポートしてくれます。ここまで来るともはや高級ホテルですね。動画内ではミスタービーストが乗組員を呼びリモコンでいたずらをしたり、クルーたち全員で5つ星のディナーに舌鼓を打っていました。3億ドルの船は6階建てで乗組員は50人とさらにグレードアップ。部屋は49個もあり、シアタールームにトレーニングジム、スパには散髪用の部屋にサウナ、屋上にはプールとジェットバスまであります。ちなみにこの時点ですでに先ほどの費用をはるかに上回っています。もう常人には想像できないレベルにまで達していますが、さらにこの上に10億ドルの豪華客船が控えています。一体何が待ち構えているのか、その全貌は元動画からご覧ください。スケールが違いすぎてあっけに取られることを間違いなしです。かかった費用は動画内で分かっている分だけで13億7600万1ドル、日本円で約2000億円です。ここから先この記録を上回るようなさらなるスケールの動画は生まれるのでしょうか。今後の動向が気になりますね。ということで今回はミスタービーストの最もお金がかかった企画ベスト5について解説させていただきました。現在彼のチャンネルでは人気の動画のほぼ全てに日本語吹き替えの音声がついているので、英語が苦手な人でも問題なく楽しむことができます。皆さんが好きなミスタービーストの動画や企画があればぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではミームを筆頭に海外のネット文化について解説しています。動画が面白かった、ためになったという人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 Twitter と TikTok もやっているので、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。